ごめんなさい、なんかタブレットでログインしようとしたら全然できなくて、本当に意味わかんないんですけど。めっ、なんだこのタブレットは、全然使えんやんか。そう、でもショールームイベントしてた時はタブレットでやってて、そう、それではその時はログインできてたんですけど、なんかよくわかんない、知らぬ間にパスワードを変えられたのかわかんないです。とりあえず今日はハッピーハロウィーン、イエーイ。ちょっとまだメイクとかも途中なんですけど、ハロウィン、そう、めっちゃ途中なんですけど、まずは、お顔を完成することからやっていきたいと思います。はい、まずはちょっとね、アイラインとかを引いてないので、まつげさん、お、スイカさん、ありがとうございます。ハロウィンタワーかわいい、ありがとうございます。そう、最後に仕上げます。とりあえずリップ塗って、服はチャイナです。これからチャイナちゃんになります。とりあえずアイラインを引いて、そう、これ別にハロウィンな、なんかさ、でもいつかハロウィン、なんかゾンビメイクみたいな、すごいガチガチのやつやってみたいですよね。ね、なんかゾンビメイクとかしてみたい。なんかもうガチガチの特殊メイクみたいな。USJ の、ホラーナイトみたいな感じで。ちょっとアイラインが適当なんですけど、まあいいか。すごい急いでたらやけどしました。初めて水ぶくれっていうのできた。ディディーン、よいしょ。ちょっとね、これからまつげを上げていきたいと思います。うん、今日はハロウィンだからギュンギュンにしちゃうよ。お、ちょっとマスカラくん、どこへ行った？いた。仮装しないんだ。仮装してます、今からします。え、めっちゃ痛い。まつげ美容液は使ってないです。でも絶対使った方がいいと思う、マジで。私も使わないとって思う。なんかちゃんと長いとか増やすとかじゃなくても、なんかちゃんとまつげを綺麗に保ちたいかったら絶対した方がいいと思う。私も、よし、固め完成。昔ほど離れ目に感じなくなったでしょ。私もいろいろ離れ目に見えないように
メイクとか研究してるんですよ。これでも一応なんかあとすごいめっちゃ今すごい本当に個人的な話なんですけど、なんかめっちゃ弟が今小学生なんですけど、そう YouTube のチャンネル登録をしたいみたいな、なんかあれってその Google アカウントとかでさ、なんかアカウント持ってないとチャンネル登録とかできないじゃないですか。だからそれがチャンネル登録がしたいって言ってて、なんかそれママも別に機械とか強いわけじゃないから、そう全然できなくて、そうなんか2人でワーワーやってたんですけど、だからなんかすごいワーワー言ってんの、そうワーワー言ってるからすごい貸してって言って言ってあげたんですけど、なんかもうでなんかその登録はできたんだけど、なんかよくわかんないことしてるからそうわかんなくて、そうそれもあってちょっと遅れましたね。ダメだよ、わかんない2人でやってるからずっとわかんないからね。そう明日やっといてあげるからって言ってんのにさ、そうそうそうね、多分自分の好きな YouTuber さんとかを登録したいんでしょうけど、そうなんかいや、やっといてあげるから、そう YouTuber 見てるんだけど、その自分がその見たい人がさ、あの新しいのとかあげてもさね、だからそれをねやりたいのかなって思ったんだけど、そう目の下にキラキラを入れます。ハロウィンだしね、よいしょ。というわけでこんな配信直後に準備をするというなんかよくわからない状況になったわけですよ。はあ、お姉ちゃんは忙しいです。そう本当にあんたが寝たらやっといてあげるって言ってんのにさっていうね、ハロウィンパニックでした我が家は。よいしょよいしょ。はい、お顔ができた。あとリップ、リップちゃん、弟が好きなのはね、なんて言ってたっけな、オロチンユーさんとか、あとはなんだっけな、誰だっけ、マイクラブラザーズみたいな、そしてチャイナなので、チャイナ耳があります。じゃん、これがくっつくかしら、うまい具合に。ちょっとやってみるわね、よいしょ。これがこうだから、こうだね、よいしょ。逆か、よいしょ。これはあのメイド服をお借りしたお友達からまたまた借りました、よいしょよいしょ。どうだろう、こうか、わかんないな、どうすりゃいいんだこれ。良いのでは？お？いい感じなのでは？そん
もってこれもこの辺にぴょんぴょいぴょいっと。どう？できた。イエーイ、ハロウィンっぽい、ハロウィンっぽい、イエーイ、やった、ハロウィンです。わーい。でもこれはお団子してさ、このお団子をさ入れるよね、多分ここに。ちょっとリップが足らない気がする。お、夏目さん、ハロウィンタワーありがとうございます、イエーイ。そう、本当はタブレットでやって、なんかその携帯でさ、そう携帯を自由に使いたかったんだけど、そうなんかでんでんでん、行きました、イエーイ。こんばんは。よいしょ。なぎちゃんのグラビア先に見たんでしょ。いや、マジで本当に全人類買えばいいのに。私あのコンビニのシュープレさんあったら全部前に出しとくからね。イエーイ。チャイナ、チャイナです。チャイナちゃん、なんて言うんだろう、ニーハオ、シェイシェイ。若くなった。あ、本当嬉しい。今日誕生日、 おめでとうございます。かおりちゃんと一緒じゃん。イエーイ。どうですかチャイナ、ニハオ、ハオ、ニハオ。ついに完成しました。いや、この状態でこんばんはってやりたかったんですけど、そうなんかちょっといろいろバタバタしてしまい申し訳なかったです。できたよ。いしょ、どうですか。え、めっちゃ可愛いんだけど、このチャイナ服。友達をありがとう。幼なじみをありがとう。助かっている、とてもありがたい。こんな感じでした。どういうこと？てい、さあ、ほい。痛い痛い、やけどが痛い。なんかもうちょっとねメイク濃くしたかったんだけど、なんか普通になっちゃった。にー、あ、ぽい、中国っぽい、わからんけど、あ、インドか、これは。おい、こんばんは。というわけでご飯、そうご飯をね食べようと思います。なんか友達のママがくれたフレンチトースト、イエーイ。フレンチトースト持ってきました。どうすりゃいいんだろう。フォーク持ってくるか。フォーク、ちょっとフォーク持ってきていいですか。格ゲーに出てすわ。分かる、私も言おうとした。
やっほー。なんかもうちょい、もうちょいメイク濃くしよう。なんか一昨日とかのが濃かった気がするな。一昨日じゃないか。今日はね、ハロウィンなんでピンクメイクです。なんかアイラインの、アイシャドウの時ってすごい恥ずかしい。まあそんな変わらんのですが、まあまあまあいいでしょう。ねえ、えい。はい、痛い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 。みんなは楽しいハロウィンを過ごしてますか？チャイナさん、チャイナです。普段着ですよね。なんで普段着じゃないよ。なんで。でもさ、チャイナめっちゃやってみたかったからすごい嬉しいです。チャイナやっちゃいな。ちょっとフォーク取ってきていいですか？ちょっとフォークで食べた方がいいわ。とフォークを取ってきます。少々お待ちください。よいしょ。お待たせしました。というわけで、ちょっとあやねちゃんご飯タイムです。なんかフレンチトーストをいただきました。ちょっとご飯タイムしまーす。よいしょ。ではちょっとメイプルシロップをかけまし、かけまして、いやー美味しそう。はいはいはい。でこのクリームちゃんにつければいいわけですね。なんかでっかい生クリームです。んー、こうか。あう、アウチ。これにインして、ふんふん、めちゃおいしい。ふん、めちゃおいしい。ね、しみる。うん、ふん、うん、うん、ふん、うん、うん、
染み渡るわ。めっちゃ美味しい。うん。うまし。続いてなんか抹茶なのかな、すごい緑のもらった、緑も入ってる。うん。うん、よもぎだ。めっちゃ美味しいじゃん、よもぎさん。明日中華食べようなんて、中華いいね。お、次はスタンダードなやつですね。でっかい。ちょっとしょっぱいの食べてきたくなっちゃうね。ラーメン、あ、ラーメンいいね。ハロウィン配信って何やったらいいんだろう。
ちい。エイトのイベントでめちゃくちゃやった気がする。一旦ね、スイートポテトじゃないや、フレンチトーストはしまいの。何分から始めた？スルリ違うよ、チャイナだよ、チャイナ。何食べてたの？フレンチトースト食べてました。ご飯、夕ご飯。チャイナお腹いっぱい。お腹いっぱい。でもしょっぱいのが食べたくなってきた。でも一応ハロウィンだからと思って、ファミマでなんかないかなと思ってね、探したんですよ。そしたらありました、北海道産かぼちゃのモンブランプリンです。こちらを食べていきたいと思います。パンダっぽくもありますね。そうですね、パンダっぽい。パンダ、そう、めっちゃ可愛いね、このなんかパンダみたいなやつ。さすが私の友達。さあ、モンブランプリンを開けろ、開きなさい。よいしょ、開いた。それでは美味しそうです。いただきます。変わった色使い、確かになんか珍しいよね、チャイナ服で。なんか珍しいタイプのチャイナ服ですね。お、いい、美味しそう、いただきます。でもな、甘いの食べたからちょっとなんかくどそう。美味しい。美味しい。肉まんの後に食べたい。美味しい。すごい甘いのめっちゃ食べてね、甘いの食べてるからすごい甘く感じる。だから肉まんとか食べた後に、食べたらめっちゃ美味しい。
リンだ。うん、プリンだ。誰か肉まんを、肉まんを届けてくれ。でも普通に美味しい。モンブランプリンっていいね。ちょっとあなたまた後で食べるわ。やっぱ甘いもの食べるならしょっぱいのもね、用意しとかないとダメだなと学んだあやねちゃんです。よいしょ。あやねちゃんとハットリとなぎちゃんお三人とも食べてる。三人ともショールームしてんのね。今日レッスンだからね、会いましたよ。なぎちゃんはコスプレしてんのかな。してない子。なぎたんのコスプレ見たいな。なぎちゃんかぶり物だけ、あーいいですね。ぽいなぎちゃんらしい。よきよき。プーさんのヘアバンドかわいい。それはかわいい。絶対ディズニーじゃん。明日なぎちゃんのグラビアが、あ、絶対買ってほしい。もうこの配信を見てる人は絶対になぎちゃんのグラビアを買ってほしい。本当に。買います。そう、みんな買って。いや、うん、すごい。え、本当にね、感動すると思う。めっちゃ可愛いのは当たり前だけど、なんか綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だから本当に、うん。レミちゃんは魔女でした。あー、かわいい、かわいい魔女っ子レミちゃん。なぎちゃんがちゃんとアンケートになぎの名前書いてって言ってた。お、そりゃ書きますわ。書きます。私オフショットとかを見せていただいたんですけど、まあまあ可愛いよ。当たり前だけど、なぎちゃんが可愛くない時なんかないんだけど。
熱出たの朝だけだった。そうなんか昨日の、そう一昨日打って、一昨日2回目打って、でそれで昨日の夜ぐらい、昨日の夜じゃないな、打った日の夜にちょっと微熱が出始めて、そんでそのまま普通寝たんだけど、朝の5時ぐらいにもうめちゃくちゃ熱出すぎてて起きて、そしたら測ったら39度7分ぐらいあって、39度7分あったの。あ、これはやばいと思って、そうでもとりあえずもう薬とか探す気力もなくて、そうだからとりあえずお茶だけ飲んで寝たの。それで次起きたの12時ぐらいかな、めっちゃ寝たのそっから。そしたら下がってた、36度8とかなってて、あれと思ってあれみたいな、あれあんなに出てたのにみたいな。そうだからお茶飲んでいっぱい寝たらすごい治った。イエイ。ね、強いよね、めっちゃ強い、私も思った。うん、なんでこんな自分体強いんと思って多分回復に全振りしたのかもしれん、攻撃力とかわかんないけど、攻撃パワー、なんか回復、そう回復キャラかもしれん回復モードでそういけました。その熱で寝られるのもすごい。あ、そうかな、そっか、なるほどね。だから39度7分ね、意外となんか歩け、なんか普通になんかうんとはなったけど、すごい全然普通に自分でお茶入れてお茶飲んでなんか普通に生活できたから、なんかそんなに大変じゃなかったかも。全然副作用出なかったね。だから私も軽い方だったのかなって思った。めっちゃ軽かったんだと思う。格ゲーの人ですか。そう、なんかあの回復に全振りした格ゲーの人です。攻撃はできないけどとりあえず回復はする。うん、1週間とか続く人もいる。ああそうなんだ。でもあれが1週間は辛いかもね。なんか私はさ、その寝る前だけだったからよかったけど、39度は軽くない。おみんな優しいですね。ちゃんとか弱い女子として扱ってくれている。うん、出て、こんばんは、こんばんは。
ムン、ムン、クーニュン、何クーニュン、クーニュンってなんだ、クーニュンあやねちゃん、カメ元気、そう、カメ元気、カメめっちゃ元気です。コロナ関係なく熱出まくる。あ、そう、それは頑張れ。それはもう体が弱いから頑張れ。劇場近くのラーメン屋でアネちゃんのうちわ見せると店長が可愛いっすねって言われた。いや、誰でも可愛いって言うよ、それは。店長は多分誰出しても可愛いって言うと思うよ。うん、チャイナ、なんだろう、ずっとチャイナしか言ってない気がするな。ハッツのコスプレが大変なことになってる。そうなの？何してるんだろう。お、めっちゃコウモリ、ありがとう。ユーナは何やるって言ってたかな。ユーナはユーナなんだっけ、ナース、ナースとポリスやるって言ってたかな、確か。ハツかぼちゃ、おかぼちゃかわいいじゃん、かぼちゃいいやん、かぼちゃ。今年みんな頑張ってるね。頑張ってますね。いや、あにちゃんも頑張っちゃいました。なんかね、ずっと毎年さ、コスプレとかすることなかったからね。ちょっと言いました。よいしょ。善意マキさんとか、マキさん、マキさんいいですね。にゃむ。真っ白もメイド、あ、真っ白今日さ久々に会ったんだけど、真っ白めっちゃ成長してた。背が全然大きい、私よりびっくり。ほんと子供の成長早い、びっくりね。なんか1年半はないだけどこんなに子供って成長するんだなって思って。ねえ、可愛かった、真っ白ね。ついに山形から出れたんだねっていうか、そう、よかった、会えて真っ白。
めっちゃ背伸びてたよ。うん、そう、ましろちゃん実在するの。そうですね、ましろちゃんは実在します。あ、そう、結界がね、そう、本当に本当にそんな感じ。マッシーパイセン、なんかでも本当になんかちょっとね、大人になってた、ちょっとだけ。でもあの、なんか学校楽しいって聞いたら、みたいな、なんか毎日楽しいって言ったら、みたいな感じで、楽しくないんかいと思って。そうね、ちょっとね、まだまだお話ししたかったんですけど、また次会えるのがいつか。いやね、絶対ね、そんな JK だから楽しいはずなんですけどね。ね、どうなんでしょう。まあね、やっぱマシロも東京に出てきたいのかな。ウェルカム。あ、リモートか。リモートだと、そっか、友達に会えたりしないのかな。ねえ、それはちょっと悲しいね。好きな YouTube とかある？これさ、本当に、私よく見てるのが、もちまる日記。そう、猫ちゃんなんですけど、そう、めっちゃ猫ちゃんで、もちまるっていう猫ちゃんがいて、そう、すごい可愛くて、その子とか、あとなんだっけな。何見てるかな？でも基本、なんか猫とか見てる。そう、もちさま、そう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 。そうなんですよ。猫ちゃん見てます。お、ちょっと開いてる。ガチャ。マンチカン、そう、マンチカンめっちゃ好き。そう、だからでも YouTube であんまりね、見ないけど、あとはなんかね、韓国アイドルとか見る。イッチとか、トゥワイスとか見る、なんか。そう。あと何があったかな？何見てるんだろう。あとレインボーさん、芸人のレインボーさんの、なんかめっちゃ面白いやつ。そう、もちさま可愛いよね。ね、そう、びっくりした。なんかおすすめのなんか猫ちゃんチャンネルあったらめっちゃ教えてほしいです。最近猫を検索しすぎて、インスタでのおすすめ欄あるじゃないですか、虫眼鏡マークのインスタ。そう、インスタでそれ開くと、もう猫ばっか出てきて、なんか今までコスメとかすごい可愛い女の子とか出てきてたんですけど、なんか最近猫みたいな、全部猫みたいな感じで、そう、癒されてます、猫ちゃんに。レインボーさん、サクセス号も見てるけど、そう、なんかなんだろう、なんかそのリモートとかさ、あるじゃん、なんか絶対なんとかな女みたいなとか、すごい、なんだろう、いい具合の選曲をしてくる、いい具合の男みたいな、なんかなんだっけな、忘れちゃったけど、それなんかそういう日常のやつが、そう、めっちゃ面白い。なんかたまに見てますね。あと普通に池田さんが可愛すぎる。もう女子じゃんと思って。
そう。で、なんだろうな、何見てんだろう私。あと何だろう、あと前最近あんま見てないけど、ストリートピアノとかケイちゃんさんとか、あのハラミちゃんいるじゃん、有名なハラミちゃんとかもたまに見てました。そういう系の、そう、どこでもピアノ弾いちゃうよみたいなのを見てましたね。ちょゆりに似てる、え、嘘だ、それはちょっとね過大評価だよ。めっちゃ嬉しいけど、めっちゃ可愛いよね、ちょゆりちゃん可愛い、そう嬉しいですけどね、過大評価。最近ハラミちゃんめっちゃテレビ見てるね。そうなんですよ、それはチャイナですか。そうチャイナです、イエイチャイナみんなそう星投げちゃいなっていうね、投げちゃいなっつってマネちゃんのショールーム見ていっちゃいな、え、チャイナ、こんばんは、こんばんは。まあメイドさんみたい、あーね、ちょっとチャイナはお気に召さなかったのかな、悲しい。好きな乾電池は何ですか。え、炭酸炭酸しだよね、やっぱり炭酸しか勝たん。銀魂の神楽見て、お、マジで神楽ちゃん、神楽ちゃん可愛いよね。どこで買ったの、友達から借りました。なんかメイド服借りた子が、そういっぱい持ってて、なんかそうレイヤーだからいろんなの持ってて、そうだからチャイナ服を買いました。単4も多いよね、わかる、単1はレアね、そうなんですよ。単四の儚げな感じが好き。ね、そうレイヤーは強いでしょ？そうなんですよ。この間も衣装のお手伝いしました。四角い電池、四角い電池なんてあんの？6P 電池、 6P、 うん、じゃあスクショタイムしよう、スクショタイム、わかんない、スクショタイム行きます。撮りたい人は撮ってね。
ER ファンクラブ、それな。 ER ファンクラブ、はいはい、チャイナ、はいはい、チャイナですね。たこ焼き。たこ焼き乗ってます。うんうん。うん。うんうん。うんうん。うん、ひまやねさん、タワーありがとうございます。パートとグー合わせるみたいなポーズなかったかな。ハートとグー、パート、ハート、ハートとグー、こう、こうか。これしか知らん。ハート、グーのハートは。パートグー、あ、こっちね。ごめんなさい。你好。ウィンクはね、あのできないので、すいません。を愛に言えるかな。はいはい、チャイナ。これはスクショタイムかな。そうです。もう、あ、で、何し、寝ることがないのでスクショタイムしてます。よいしょ。もう一回止まってたかも。全身はね、ちょっと待ってね。そう、めっちゃ狭いからさ、見えないんだ。こんな感じで。大きいかな。こんな感じでした。
なんかスカートついてる。にゃん。こんな感じでした。スカートはチャイナじゃない。そうなのよ、なんか珍しいタイプのチャイナ服でした。ちなみに下はちゃんとズボン履いてます、レッスン着のそのままレッスンして帰ってきてそのままバッて来ました。なので大丈夫です。パンツのパの字も見えません。チャイナちゃんのネモハも見れるんだね。そうだよ、正規のネモハも見れるよ。あのお見送りの時にやる適当ネモハもじゃなくてガチネモハもをご覧ください。皆様10月6日6日かな、6日の8と8人バージョンあるので、はいぜひぜひ8公演よろしくお願いします。そう、あの適当ネモハムじゃないから今度は、うん、任せて申し込んだ。お、ありがとう。そう、みんなぜひぜひいらっしゃってくださいませ。当選当選。そう、ガチでもガチでも、そうガチでもハモです。お願いします。なんかさ、私あれやってみたいんだよね。もうそろそろ1時間経ったからちょっと髪型をチェンジしたいと思います。普通のさ、この中に髪の毛を入れたい。多分入んないと思うけど。よいしょ。ちょっとね、やってみよう。よいしょ。そう、いけたらいいなーって感じなので。まあ、いけなくてもまあ、こんばんは。こうちっちゃい、ちっちゃいツインテールを作って、それを、チャイナ化を進行させチャイナ。そう、ちっちゃいツインテールを作りの、よいしょ。これを、お、できた、ちっちゃいの。ちっちゃいの作りのこれをハメリーノだね。これはこっちなのか、こっち、どっちがどっちだ、ん、こうか、こう、こう、こうか、こう、ん、どうやって入れるんだ、こう、こうか、ん、どういうこと、あ、こう、お、お、どうや、できたのでは、
よいしょ。どうでしょうか。それ？これ？でこっちも頑張っちゃいな。頑張っちゃいな。よいしょ。もうちょい高い。ちょもうちょっと高いとさ、もう髪が結べないよね。ここが限界。限界値。この辺かにゃはにゃ。よいしょ。ちょっともうちょっとね、髪がね、こうもう言い分けないんですよね。もうちょい上行くとここが、よいしょよいしょ、オッケー。そしてこれをやっちゃいな。おしお、ここがもうね限界値です。最高潮、最高値、イエイ。どう、上手？よし、できたー、できたおよし。どうなんだろう。なんか久々にここが全開になってる。これを。こうしたらいいんじゃない？こうしてこうしてこれをこれをこうしたらもっといけんじゃないの？こうか。これがこうで、どこ、これか、こうだから、でこれがこう、よいしょ、おお、安定、安定した。どっちがいいんだろう、ツインタイプとさっきのボブタイプ。私こちら派です。おお、なるほどね。鍋さんはこちら派。どっちも良さがある。おお、ありがたい。さっきの、もうね、なるほどね。
強そう強そう。は、まあというわけでハロウィン配信はこの辺で終わりにしようかな、終わりにしようかなと思います。それでは、終わりにします。はい、ちょっとね名残惜しいですが、みんないっぱい写真撮ったかな。無言配信でも癒される。本当ですか。ちょっとめっちゃ連絡なんかめっちゃさあ連絡事項が来て、だからタブレットでやりたいんだけどな。なんでタブレットログインできないんだろう。ちょっともう一回ログインしてみていい。なんで。お、え、ログインできたんだけど、え、ログインできた、なんで今になって、今さら遅いよ。で、こっちで今さ始めたらこっちになるんかな。よくあります。あ、そうなの。どうなんだろう、そういうことあるよね。そう、そういうことありますね。ありました、そういうこと今。なるはず。あ、そうなのかな。ちょっとやってみようかな。タブレットも副反応治った。ちょっとやってみるね。すごい、なんかすごそう。ん？どうやってやるんだ？どうなってる？お、お？できてる？できてるのかしら。変わった。そうなんですか。どうなんだろう。なんか画質が悪そう。よいしょ。
じゃあこっちでいけてるのかな。よいしょ、てっぺんだけを、じゃあこっちに切り替えます。で、あ、ん、こうか。あ、あ、よいしょ、いけてますか。ちょっと待ってね。これさ、オッケー。なんかめっちゃ画質悪い気がする。めっちゃ画素数悪くない？どうなってんだろう、わからん。めっか、なんかよくわからんけど、よいしょ、いいのかしら、これでいいのかな。なんか画面がなんかあんまり綺麗じゃない。うん、お、いい感じか。よいしょ。オッケー。ん？で、携帯は閉じちゃっていいのかな？よいしょ。オッケー。よいしょ、めっちゃ火傷が痛いんよね。そしてなんか画質悪いね、タブレット。うん、なんか暗い気がする、顔が。多少暗くなった。自撮るは。なんかどのアプリがいいのかわかんないよね。わかんない。確かにちょっと暗い。そう。あ、これか？ん？どうなんでしょう。これかな？これか？
あ、これかもしれん。えい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 、いやいや、でもそろそろじゃあ終わりにしようかしら。終わりにしますね。というわけで、ランキング13位、ダイヤマさん、12位、安部さん、11位、ゲコタさん、10位、YSA73 さん、9位、お父さん。8位のりーさん、7位わだちゃんさん、6位しんじむさん、5位くまくまちゃんさん、4位ひまやねさん、3位すいかさん、2位なつめさん、1位ゆうたさんでした。ありがとうございます。タワーとかくれさった皆さんもありがとうございます。素敵なハロウィンでした。ではバイバーイ。ありがとう、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。